ったんだよね。ちょっと探さなきゃいけない、マジで。リップなくしちゃったんですよ。どっかに置いてきたかな。グレーだよ。でもちょっと青っぽく見えるよね。どう？なんかちょっと青じゃない。最近さ、私さ、あの M 字リップに流行ってるじゃないですか。 M 字リップがすごい作りたくて、ちょっと編み出した技があるの。だから一旦見てほしい。ちょっと待ってて。ちょっと待ってね。ちょっとね、見てほしい。すごいから。でもこれは私の口の形だからこそできる技かもしれないんだけど、まず、まあ、何でもいいんだけど、ちょっと結構深めの赤のリップをここに中央に置きます。中央に結構置いて置くじゃないですか。ちょっとまとめがいいかな。で、潤い系の、まあ、ロム&でいいんだけど、私ロム&のこれなくしちゃちょっといつも使ってるやつなくしちゃってるんですけど、ね、違う色なんだけど、これをちょっと上から塗るでしょ。で、下だけに塗るの。まだあの、うんはしないでほしい。でこれなったじゃん。なったらコンシーラーでね、ここをこのこうなってるでしょ、唇。ここに置くの、この境界線に。で置いたじゃん。指で動かす。指で動かす。で、この後、まんまする。で、そしたら、まあ、ここの、クッてなってるところが出てきたじゃないですか。で、その後、私はね、この、ラブライナーのピンクを使うんですけど、ピンクでこの口角をくってあげるように描く。もうほんと分かるか分かんないかぐらい。ここをくって描く。で、こっちもくって。そしたら結構 M 字っぽくなったでしょ今。で、最後にハイライト、あんまりラメ入りじゃない方がいいかな。ハイライトをラメがギラ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 って感じのやつじゃなくて控えめなやつ、私はセザンヌかな、セザンヌのやつ使ってるんだけど、このここの真ん中に小指でピッてのせる。そしたらめちゃめちゃじゃない？どう？どうですか？必ずこれのポイントは、必ずここにコンシーラーを乗せた後にこうやってやる。うまうまする。そうすると綺麗な唇のこの M 字ができるんですよ。これぜひ皆さんやってください。可愛いよね、 M 字リップ。なんかちょっと離れてみたら分かりやすいかも。唇の形変わったでしょ。そう、これが最近私の中で流行ってるメイクです。よくやってる。
え、すごくない？で、あの最初のリップ、今日はもうつけてたからそのままやったけど、最初の、あの何にも塗ってない唇の時に、この横の口角のこの子が目立つように、最初にコンシーラーをファンデーションと一緒にしといてください。でポンポンポンってはたくだけでいいんだけど、その後おこなするじゃん。でおこらした後、まあ、目なり鼻なりね、ほっぺたなりするじゃないですか。その後最後にこれをやると、すごくない？リップだけ見るとブルブルっぽく、いや私あのね、多分今日カラコングレーだからだと思う。髪色変えたよ。コンシーラー何使ったの？ね、コンシーラーはなんかあの一回テレビで紹介させていただいたやつをずっと使ってるんですけど、よくて。でもね、これマジックコンシーラー、カリプソピンクベージュの D の J3 番使ってます。これなんかね、多分ね、薬局、普通にドラコスなんだけど薬局とかで売ってると思う。これめっちゃ隠れるんだよね。でもあのこれ今ポーチの中に入ってるやつ説明してるんですけど、普段お家でメイクするときはあのね、あれ使ってる、なんだっけ、ナーズのコンシーラー使ってます。ナーズのスティックコンシーラーみたいな、何番かちょっと分かんないけど、でもピンクベージュっぽいのだと思う、私イエベだから。髪色多分こうやってこうか、これが実際の割と色に近いかも。こうするとちょっとピンクっぽくなっちゃうんだけど、うん、これが一番近い。まあ、ピンクなんだけどね。でも抜けるとグレーとかなんかぽくなる。コンシーラー迷子だったか、助かる。でもね、なんだかんだ結局謎に戻るんだよ私。あのほんとポーチに入れとくぐらいだったらドラコスで全然いいけど、家でちゃんと化粧するときはやっぱ、うん、かな。髪色かわいすぎ。本当ちょっとでも伝わらないよね実際合わないと。なんか結構暗くなったって言われるんだけど、あの皆さんにね説明しておくと、髪色って何回か説明してるんだけど、髪色っていうのはあのまずブリーチしてるんですね私。でブリーチをすると、日本人って黒髪じゃないですかベースで、私ももちろん黒髪なんですよ。で黒髪の人ってまず黒い画用紙に色つけてもあんま分かんないでしょ。でも白いキャンバスに色つけると分かりやすいでしょ。そういうことで一回抜かなきゃ色が入んないんですよ。でまあそのなんだろう、ブリーチすると髪が傷んじゃうんですね。だから暗くしたり明るくしたりしてる子は結構傷みやすいんだけど、でその
一回暗くしたりすると残留って言って色が残っちゃうんですよ。で、私は前にブリーチした後すぐ暗くしてたので、お仕事で暗くしなきゃいけなくて、そうなるともう結構な勢いで残留が残っちゃって、でもすごいなんか今頭痛が痛いみたいになってるんだけど、残留してて色が履歴が残っちゃうんですね。髪の毛って伸びるから。意味わかってる？今のところ。だからなんか黒の人が茶色に染めるときはブリーチするかしないかで全然色の出方が違っていて、で私はブリーチ今してるけど、前に暗くしちゃったのが残っちゃってるので、そこに合わせてトーンを決めないとムラが出ちゃうんですよ。どうしても明るくしようと思ってもそこだけ抜けてないから色が出にくかったりするんですね。だからもうカラーをすると絶対暗くはなるんですよ。でもこれ抜けていくから、わかる？日常でシャンプーとかをしてると抜けていくんですよ、どんどん。そうすると金髪っぽくなっちゃうっていう。で、まあ黒のまま染めてる人たちは、茶色とかね、色をつけるだけの人たちは落ちていくと黒に戻るんですよ。意味わかる？そういうことなの。だからなんかリカちゃん髪の毛暗くしたって色入れるたびに言われるんだけど、これ抜けていくのも楽しむっていうのを分かってる上で、まあこの3日後ぐらいにこのぐらいの色になったらいいなっていうのを計算して入れてるんですよ。だからなんだろう、今が一番いい色っていう時ではないというか、今は結構濃く色が入っちゃってるんですね。で、私は一応総踊りっていう大きいイベントがあるので、総踊りに向けて色が落ちていくようにしてくださいっていうオーダーをしてるんです。意味わかる？だからピンクを濃く入れるとその分色だから暗くなっちゃうんですよ。ピンクが残っちゃうから。わかるかな。わかんない人はわかんないでいいんだけどさ。そうだからブリーチとかしてる人たちは結構ケアも大変だし、なんか伸びてくる部分が黒いからリタッチしに行かなきゃいけないし、大変なんですよ、めちゃめちゃ。でも色落ちを楽しめるっていうまあ、メリットがありません。どんどん明るくなっていくっていう。そう、あ、でも、もう、まあそういうことです。分かってくれたなら別にそれでいい。だからなんかアイドルがさ、髪染めたよって言ってアップするじゃん。で、そしたら、あ、もしかしてこのイベントに合わせてくれたのかなって、こう察することができるオタクになりたいよねっていう気持ち。色落ち楽しみだねっていうコメントが嬉しいよね、やっぱり。今もいい色だけど色落ち楽しみだね。これがベスコメ。うん、まあオリジナリティは持ってほしいけど、これがベスコメですね。ちょっとユーモアを聞かせるオタクとかまあだと
私がなんか昔もらってよかったなと思ったコメントがあって、リカちゃん髪色綺麗だね、まあ俺には染める髪の毛もねえけどみたいな開き直ってる、おもろいと思って、ちょっとおもろかった。昔そういうコメントをもらってすごい笑ってたかわいいよねユーモアすぎ、うん、そういうコメント嬉しかったな。だからなんかさ、心に残るコメントじゃないですか、そういうのって。そういうのできるオタク強いよな、アイドルに好かれる。うん、髪色染めたように対して一番うざいコメントなんだろうな、前の方が良かった前の方が良かったとか、リカちゃん髪は切らないのとかね、なんで切らなきゃいけないのって思うし、なんかそういう指示的なコメントがやっぱ嫌われますよね。黒髪のが良かったってやつ、うん、でもさ、私はあの切ったり髪を明るくしたり暗くしたり、たくさんこう変化をつけることによって、じゃあ黒髪の時のありがたみも出てくるじゃん、その黒髪が好きな人たちはね。でショートが好きな人たちは今までロングだった時に気づかなかったけど、ショートになった瞬間、あ可愛いなって言ってそれで押してくれるかもしれないじゃん。そうするとショートの時のファン、ロングの時のファンってこう2つ獲得できるんですよ。ちなみにあの髪明るくするのもそうね、やっぱハイトーンの方が好きな層もいれば黒髪が好きな層もいて、で女の子って割と茶髪のふわふわみたいなのが好きなのよ、ハイトーンだったりとか、なんかそういうので、まあなんかいろんなことをに挑戦して自分のいろんな面を見せることによっていろんなファンがついてきてくれるっていうのが一つメリットであるから、それはやっぱりあの受け入れてあげなきゃって思うよね。ファンが、今いるファンが受け入れなきゃその子に新しいファンがつくことはないし、でもさ、なんか何より嫉妬しててもさ、なんか俺だけの〇〇ちゃんって思っててもさ、やっぱファンがつかないことには人気にならないし、前で踊ってもらえないわけじゃないですか。いつまで経ってもこう押してもらえない子になっちゃうから、それはその子にとって幸せじゃないじゃん。そう思わないですか？そう思わないですか？まあ私のファンの人たちはもう全受け入れ体制が整ってるので全然いいんだけど、ね、でもやっぱり一番に推しの幸せを願えるファンでいたいなって、やっぱ私がファンだったら思うから。例えばさ、こう意見を求められた時とかさ、明日の髪型何がいいと思うとか、そういう風にアイドル側から聞いてきてくれた時には全力で答えてあげてほしいけど、でもなんか普段からそのお礼色に染めてやるず系のコメントはあまり好きではないというかそういうのが好きなアイドルもいると思うけど、大多数はね、自分で自分をプロデュースして売ってるわけだから、
なんかそのアイドルは自分プロデュース商品なわけよ。まあ言い方悪いけどね、私はアイドルのことただの売り物だと思ってる人は嫌いなんだけど、でも自分でプロデュースしてるものじゃん。これはこうしてこうしてこうやって作りました、見てくださいっていうものじゃないですか。それをなんか否定するようなことを言わないであげてほしいというか、その子が一生懸命こう頑張って見せてる姿ってそこがアイドルの良さというか、その子の個性っていう。とにかく夢を叶えて笑顔になってほしい、それがやっぱ一番だよね。なんか例えば選抜落ちちゃったりとか、あとはなんかその子のライバルの方がすごいいろんなことやってたりとかするとさ、やっぱ悲しいじゃん。悲しいそうだなっていうのが伝わるじゃん。なんか今辛いんだろうな活動みたいな、そういうの見てる方もさやっぱ悲しくなるじゃん。私は嫌な時嫌だって言うし、辛い時辛いって言うし、無理な時無理って言うから、まあみんなもまあまあってやってればいいだけだけど他のアイドルってやっぱりさこう見せないようにするから、そういう部分大丈夫かな、最近更新しないな SNS みたいなね。なんかたまに来るんですよ、もしもそのやりたいお仕事に選ばれなかった推しにどう声かけてあげたらいいですかみたいな。坂とかね、坂のファンの人とか、なんか推しが選抜落ちしました、どうしたらいいですかみたいな、どう声をかけてあげればいいかわからないですみたいなコメントが来るんですけど、もうファンは圧倒的味方になってほしいし、いてあげたいと思うでしょ。一切言わない、見せないでいきなり卒業とか一番辛いわ。ああそれはそうだね、確かにそういうの辛いよね。なんかあもしかしてめちゃめちゃ考えてたのかなとかさ、まあ、鈍感なファンの人ってマジで何にも気づかないからえ私こんなに SNS でこの感じ出してるのに全然気づかないじゃんみたいな、私でも言えないことってあるんですよ。私のキャラでも言えないことってあるのに、他の子ましてやね、他の子だったらもっと言えないことたくさんあるだろうに、こうやってなんかまあ言い方悪いですけど本当に匂わせとかね、なんか今辛いよっていう匂わせをさしてるわけじゃん。その子はなんか今ちょっと更新する気になれなくてとかさ、なんかすみませんとか、もう少し更新待ってくださいとかさ、それぐらいまで言ってくれたらいいけどさ、何にも言わない子とかいるじゃん。やっぱそういう時にこうなんか察してあげたいよね。悔しいんだろうなとか、コメントしててもさ、なんかあこれ読まないってことはされたくないコメントなんだなみたいな、ちょっと気づくじゃん。ショールームとかでもなんかこういうコメントはリカちゃん絶対読まないなとかさあるやん。そんな高等技術をおじさんに求められちゃう、いや別にそういうことじゃないの、別にそうじゃないけど、でもなんか落ち込んでる時にどう接してあげてほしいかって言われたら、やっぱり味方でいてあげてほしいっていうのが一番だよね。なんかあこの人たちは私の敵じゃないんだって思うことによって、なんか俺も辛いとか、なんかなんて言うんだろう、俺らのせいでごめんねが一番辛いかな。私それが一番答えます。なんかみんなのせいじゃないのになみたいな、自分の力不足なのにって思っちゃうから、でそれでまた自分のこと責めちゃうみたいな
そうじゃないですか。なんかアイドル側かはそうなんですよ。なんかもっと押してあげればよかったみたいな、ごめんね私たちのせいでみたいな言われた、そんなことないのにみたいな、次頑張ろうって、私たちも悔しいけど次頑張ろうって言ってくれる方が嬉しい。とかね、なんかこれでは選ばれなかったけど私はこれ見ててすごい可愛いと思ったし、これに出てくれて嬉しかったよって他のことで褒めるとかね。でも私のファンをやってたら、もし私がいなくなった時でも次の推しに対してマジで神対応できるんですよ。で神対応にはやっぱ神対応が返ってくると思っててほしいから、オタクはアイドルの鏡だし、アイドルはオタクの鏡だからね。まあ異質な人もいるけど、こういういなくならないで。待って、ちょっと待っててください。田辺先生に言いたいことがあるんだよ。見て見て、見て、あんこ僕がおたぎを決めたらどんな顔をするだろうのさ、なんかでっかいやつもらった。でっかいやつ、これから読みます、これから。宣伝タイム来た。これから読みます。でもね、なんかあのさらっと、ほんとさらっとですけど、ちょっとなんかちょっとなんかエッチですよね。エッチというか、なんというか、まあエッチですよね。エッチですよね。いちごのパンツ。エッチなシーンがあって、ちょっとニヨニヨしちゃうんですけど、私ニヨニヨしちゃうんですけど、でもさ、これに出てくるね、私はあのツインテールの子がめっちゃ可愛くて好き。ツインテールの女の子がいるんだけど、めっちゃ可愛い。これツインテールだよね、ポニーテール、ポニーテール、ツインテール、私はオコテール、アップ。ニヨニヨしてる。田辺先生なんて言ってた、実写化したらやって、やりたい。やらせてくれるんですか。ありがとうございます。頑張って、じゃあ私ツインテールしますね。こうやってこんな高いツインしますね。頑張って、これで歌えばいい。
君の中に光灯すドキ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 俺の愛はがズキュンドキュン走り出しふふバキュンブキュンかけてゆくよこんなレースは初めて3、2、1、5バキュンのトゥ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 今日も奏でるハッピーハッピーダリー3、2、1、5、5ハッピーハッピーダリー3、2、1うー何集めてでもこれは絵も可愛いしでもなんかずっと私は T シャツが欲しいって言ってるんですよ。でも T シャツいつになっても言われないからちょっと今日諏訪さんにガチギレしてきたんでスポンサー集めそれ私がやるそれ私がやるか頑張ろうじゃあ頑張ろう。でもさ田辺さんがさもしもさ選抜を決めるとしたらさっていう今いる48メンバーで48のねもう4コマを書き続けて何年もう結構ですよね。そんな田辺さんが選ぶ今いる卒業面なしの今いるメンバーでの全48の16人選抜一回作ってみてほしい。入るかな入るかな全員選抜だるい燃えないそんなのやる気出ないマジで DD で草入るか16人まあ全グループだとしたらじゃあ24人にしてあげる。待って16足す16って 何人だ32か32人選抜いやでもいや32は甘えがあるなちょっとよくて20かなよくて20よくて20人選抜でお願いします。姫はフロント入れてあげてもいいやったー嬉しい。上手の一番端のフロントでいいですよ私そこが一番なんか落ち着くので。実は私上手の一番端のまあ1列目5人とかだとして端が一番落ち着くんですよね。だからマックスの位置ツインテ絶対あ分かりました。じゃあもう田辺選抜の時は常にツインテールにしますまた頭皮が死ぬんですけど。そう実はね私の一番落ち着くポジションはそこなんです。上手がいいですね。なんでかっていうと上手のに立つと私気がこっちなんですよ。こっちの顔を見る人の方が多くなるじゃん客席に。意味わかる？どこで見てたとしても正面かこっちからの視線しかないわけ。それがいいよね。でまあセンターとかとさ背中合わせで歌う時とかこっち向けるし。
そう だってね、可愛く見られたいやん、やっぱり何歳になってもそこはやっぱあってさ、私の中で一個だから、やっぱそこは可愛く見せたいなっていう。センターは居心地悪いの、いや居心地悪いってわけじゃないけど、キャラじゃないセンターキャラじゃないよね私絶対に。うん、居心地悪いわけじゃないよ、悪いわけじゃないけど、うん、なんだろう、いつもの自分じゃ、いつものパフォーマンスができない。そう、何か一個こう縛られるじゃないですか別に嫌っていうわけじゃないよ、それを与えられれば頑張ろうって思うよ。その例えば青春時計フェスでやりますとかって言われても頑張りますってなるけど、でもね今の運営がそうさせたね。もう中居を絶対にセンターに置かないみたいな、どんなちっちゃいイベントとかフェスでも絶対にセンターに置かない、かたくなに青春時計でしかっていうことをやられ続けてきて、今もうそういうメンタルになった。だたまにセンター立つともうちょっとびっくりしちゃうんだよねだから青春時計やるときしかもうセンター行かない。え、でも思い出してほしい。え、初期からずっとだよ私。もうなんかあったら、なんか例えばあのゆきりんさん入りますとかってなった時に絶対下げられるの私だし、別に嫌なわけじゃないの、別に嫌なわけじゃないけど、なんかどんな時でも何かと入れ替わりみたいなことになったら絶対下げられるの私だったし、もう本当にマックスのセンターもあの決起集会の時かな、なんとか公民館ホールみたいなとこでやったやつで一回だけ立っただけで、もうそれ以外はもう一回もしたことないから、そうなんだよでもだからもう そういう運営だからもうそうなっちゃったそういうマインドになっちゃったんですよね。私はもう恥で頑張るっていう。どんな忙しくて仕事の合間縫ってきたやつでも、あ、絶対端っこだったから、まあ、別にいいんだけど別にいいんだけど目立てるから、でもなんかなんかそうだったんですよね、ずっと初期から何があってももうそうだった。だからもうほんと時計しかセンター立ってないし、私のセンター曲はあんまりやらないしね、瀬取りに入れられない。だからなんか押されてるって言われるんだけど、新潟運営に押されたこと一回もないからマジで私これは本当にそう思う。なんかいやいやって思われるかもしれないけど、でも本当にそうなのいや本当にそうなの、いやいやって思われるかもしれないけど本当にそうなの。逆にもうなんか後ろに置くと違和感を覚えるから前にされてしとくかみたいな感じ強いよね今なんか後ろに下げるとやいのやいのうるさいから前にしとくかみたいな、なんかそういう感じが見受けられるよね、まあいいんだけどね、センター顔じゃないし、センター顔
って近年いないですよね。あっちゃんとかてっちとかみたいな、ごめんね、さん付けしてなくて普通にアイドルだから、まあそのなんかファンの気持ちで喋るんだけどあっちゃんさんって言ったらちょっと変な感じになるからあれなんだけど、でもそうじゃない、近年いないよね。圧倒的センター顔いなくない？センター顔誰なんだろうな。私うちではやっぱセンター顔映ったら萌歌なんだよ。萌歌だったんだけど、もう卒業しちゃったし、今いる子だと誰だろうな。でもツグかな。うん、ツグなんかセンターっぽいよね。そんな気持ちしない？ツグミっぽくない？ひなたはあの顔かわいいし何でもできちゃうんですよ。だからどこに行ってもいい、どこに行ってもかわいいみたいな感じだけど、もうセンターって言われるとどうなんだろう。センターでもかわいいしみたいなまあなんかどっちにしろかわいいんだけど。ゆなこでもゆなこ結構マックスでセンターやったりとかしてるの見ても別に違和感ないから、ゆな子もどうなんだろう、今後の成長に期待っていう感じかな。センター顔いないな、いないな。あのさ、誰だっけ、なんだっけ、なんかあーちょっともうどのグループのどの子か忘れちゃったんだけど、なんかお正月のさあるじゃん、おととしかな、おととしにこう AKB さんとかいろんなグループが集まってやったやつ、リクアワじゃなくてリクアワだっけの時に見かけた子がすごい、この子センターにすりゃいいじゃんって思ったんだよね。誰だっけな誰だっけな、ちょっともう出てこない、いっぱいいて分かんないんだけど、私マジで顔とか覚えられないんだよね。でもその子はすごいなんか目を引いたというか、リハとかでも不意にモニター見てて、え、この子センターにしたらいいじゃんって思ったんだよね。 STU だったかな、 STU の気がする、 STU のやつだった気がする。うん、でも HKT って言われたら HKT の気もしてきたそのクイズで朝までのだってセンター顔ってあんまいないけど、その子はねめちゃめちゃね、めちゃめちゃねすごい目を引いたんですよね。誰だったかな、この子誰っつってメンバーに聞いたんだよね。でもね全てを忘れたこの子センターでいいのにねっていう話をしてたんですよね。それこそ日向とか誰がいた、誰かと話してて、
ちょっと調べてもいい、失礼だけどちょっと調べてもいい。ちょっと私本当にね、あの覚えられないの、覚えられなくて、いっぱいいるじゃん今。いっぱいいるじゃんとか言って本当に申し訳ない。もうグループでいながら本当にあれなんだけど、ちょっと STU48 メンバーって言ったら出てくるかな。あ、でももう卒業しちゃってないよね。しちゃってないわ、ちょっと待って。いやでもこんな顔だったかな。ええ、みんなさ、みんなこの子みたいなことある、この子かなみたいな、この子なのかなみたいな。石田千穂ちゃん、いや千穂ちゃんはわかるよ顔。石田千穂ちゃん可愛いよね。えでもやっぱ動いてパフォーマンスしてないとわかんないわ。今こうなんか潜在写真見ただけでやっぱ推しって決められませんよね。え、そう思いません？え、なんかみんなそうじゃない？なんか潜在写真見ただけでさ、なんか最初あーこの子かなっつって目星つけてさ、いざさステージ見たらさ、いや俺はこの子だったってなるじゃん。え、そうわかるでしょ、そうなる気持ちわかんない？いやもうわかんない、もうみんな名前出してくれてるけど一致しないもん名前と顔が。誰だったんだろう、でも石田千穂ちゃんだったら顔わかるはずだけどな。フロント面だよね。めっちゃなんかファンのショールームみたいな。48のファンのショールームみたいになって、しかもにわかにわか48オータのショールームみたいになってる。ごめんね。でもね、私思った、そうやってポンポン名前が出てくるってことはあれですよね、別のグループにも推しがいるっていうことですよね皆さん、そういうことですよね。ん？まだだった、まだだった、まだだった。はめられたぞ。やむへび、まだそういうことだよね。あ、流れてきた人もいるのか。まあまあそれはいいとしてさ、え、ちなみに STU から流れてきたよみたいな人いますか？違うグループから流れてきたよみたいな、 HKT から流れてきたよみたいな人いますか？H、 私です、流れて戻ってきた。あ、もうおかえりなさいませご主人様。ちょっと席外すかな、あんたはもうね論外なのよ。あんたはもう DD のね、あの DD のあの国の王様だから。DD の国の王、全 DD を取り仕切る。DD 名誉会長兼王様。
それでなんか田辺さんがさ、なんかいろんな多分48のファンからフォローされてるじゃないですか。で田辺さんがこうなんだろうね、あのいろんなこの写真とかさ、それこそゆなこかわいいよゆなこみたいな言ってたりするじゃん。そうするとさ、誰だろうなって調べる人がいるわけじゃないですか。そうするとさ、まあ推しメンがいても気になっちゃって、こうなんだろう、田辺さんって DD 制作委員会みたいな人なんですよDD 制作委員会委員長のやっぱ田辺さんってところがあってまあいいの、そのなんだろう、こう同じグループ内ならまだ話は分かるんですけど、やっぱいろんなグループ載せるじゃないですか。そうそう、48のみならずね。私ショックだったもん、ちょっと今だから言うけど、なんかたまに4コマ漫画がさ、あの46になってるじゃん、あれ、あそうだよねって、こう時代を感じたというか、48が46になってて、あそうだよねみたいな、あらららら、あらららららら、あらららら一句できましたね。監修が同じ人だからそうそうそうですよね、そうですよね。でも西田ってちょっとなんかこう、西田ってちょっとなんかこうなんだろう、いや48ファンとしても48メンバーとしてもちょっとなんかこうってなったというかってこう声なき声を飲み込んだというかいろ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 あるんですよ。ですか、その気持ちはすごいわかります。いろいろありますよね、アイドルも漫画家もいろいろあるんだよよし、次の話題行こう。そうだね。こうして心にわだかまりを残したまま続くのであった。あ、でも来月じゃあは、来週、再来週かなのシュープレに乗るやつのあのにちょっと田辺さんのこと書いてるので、あの添削で消されなければ田辺さんのこと書いてるので、ちょっとちゃんと見てください。再来週かな、再来週っていうの、来週の次の週ってなんていうの、再来週わかんないんだよね。明日、明後日、しあさって、しあさささってみたいな感じだよね、だってえー、帰ってくれたのに、ちょっとね、ちょっとあのいじってるので見てください。しやさりやがってなんか悪口みたいに聞こえるな。しやさりやがってなんか悪口みたいに聞こえるけど大丈夫それ。矢のあさってっていうんだ。
じゃあ矢野あさっての次の日は何だよ、矢野のあさって。今週、来週、再来週、ささ来週、再来来週みたいな。どれ、なんていうの。だって先週、先々週、先々先週、先々先先週、全然前世から僕はみたいな感じでしょ。遡りまくるっていう。え、みんなあれ聞いてよ、エゴロック。いい曲ですよ。なんてこてんてこてんてこは僕の心はエゴロック、はい先生。そう、 TikTok ね、あれエゴロックっていう曲なので聞いてみてください。あの同じ人が作ってる、あのテレキャスター B ボーイ、なんだっけ名前忘れちゃったっていう曲もめっちゃいい曲です。聴いてください。そう、 TikTok にアブコナペロも載ってるのでぜひ。アブコナペロも載ってます。私が最近聴いてる曲、じゃあ教えます。大サービス。大サービスで教えます。ね、そうっていう人の、そうさんの良さそうっていう曲が、あのどうでもいい、よくなった時に聴くとすごいなんか爽やかな気持ちになれる曲で、めっちゃ最近聴いてて、そう、良さそう、 SOU そうさんの良さそうって曲めっちゃいい。S 大文字 OOU そうさん、そうなんだ、そうなんだ、 それどっちのそうなんだ。MV でありました。そう、それでまあなんかこうなんか思考するのがめんどくさくなった時に、へーって聞いてるのがすごいいい感じの曲で、めっちゃ好きで、あとはねエゴロックも聞いてるし、あとみんなに聞いてほしい曲ね、いっぱいあるんだよね。え、寝るときは、寝るときは忘れ地のことの葉っていう曲聞いてます。眠れないんですけど、私いつも眠れないときは忘れ地のことの葉という曲を聴いてます。これは結構有名だからみんな知ってるよね。求め探してさまよってやがて道となり、幾千幾万幾億の戦友は行くっていう曲。それは忘れられることなき物語、はぁ、あ、はぁ、あ、や、ティリリロって始まるから、めっちゃいい、めっちゃいい。多分ね、なんかヒアリング効果みたいな入ってると思う。そう、睡眠用 BGM。
聞いたことあるでしょ、なんかおとぎ話みたいな、ズンデンデンズンデンデンみたいなリズムの曲だから女の子好きだと思う。ゲームを BGM とかめっちゃ好きなんだよね。みんなさん好きなゲーム BGM 教えてください。だってワリオのアシュリーとかめっちゃ聞いてたもん。それは彼女のことアシュリー、そう目見れば誰もがだだだだってだってアシュリーだもん、でけてててってんってんやつ。ワリオ知らない？サワルメイドインワリオのアシュリーの曲。あとあれも好きです、とんがり帽子やってたんですよ DS で。とんがり帽子の曲も最近なんかいろんなところで使われてるんだけど好きで、 FF6 仲間を求めてとか、聞いてみよう。なんかない？窓マギ、窓マギもいい曲多いよね。でも最近ワリオねスイッチで出たじゃないですか、なんだっけ、お裾分けるメイドインワリオみたいな、あれ買おうかなと思ってるんだよね。でもちょっとまだ悩んでる。触るはやってたの、あとなんだっけ、踊るもやってたの、 Wii のやつ。触ると踊るはやったことあって、そうワリオちょっと楽しそう。ロックマンもやってた、私ロックマンエグゼやってた。ロックマンのゲーム DS やってたよ。メイドインワリオ初めて一緒に行って、知ってるでしょ。じゃあアシュリーの歌、アシュリーの歌知ってますよね皆さん。みんなの人気者、それは彼女のこと、アシュリー知らない？だってだってアシュリーだもん、てててててん、知らない？やば、回せとか言ってなんか出てきてててててててってなるやつ、鼻毛抜いたりするやつ、星のカービィ、ナッツ吸い込むやつね。スマブラとかも好きで、ダルル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 みたいな。あとね、最近何聞いてるかな。最近はね、サクリファイスも好きなんだけど、ちょっと昔の歌だと、ちょっと音流れたら怖いけど、再現率高い。キャラクターモナが好きでした。モナって最新作いる？お裾分けるいる？モナちゃん可愛かったよね、モナちゃん。何の曲が好きかな、でもやっぱ うつうつとした曲よく聴いてるから、みんな聴くとやっぱこううつうつとしちゃうかもしれないから、あんま言わないでおこう。命に嫌われているとか聞いちゃうから、ちょっとあのみんなこうほらなんかああみたいな気持ちになっちゃうから、
でもあの曲最後まで聞くと生きて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 生きろって言ってるから、めっちゃいい曲なんだよ。リカちゃんっぽいな。リカちゃんっぽいでしょ。リストに入れました、あとで聞かせて。ちゃんと聞いてくれるんだ、みんな優しいね。なんかさ、おすすめの曲とか言って友達に言われてもさ、私さ絶対聞かないけどさ、なんかファンの人から勧められたやつとかは、あの本当アニメとかこの間聞いたじゃないですか、ツイッターで、あれとか普通に見たりもするし、実際見てるでしょ割と、結構なんかみんなが言ってるやつとかとか曲も聞くし、だから教えてほしい、いろんないい曲。友達のは聞かないよ、友達のはなんか友達のこうなんだろう、性格込みでどうせこういう歌が好きなんだろうなみたいなこと分かっちゃうじゃん、だからやっぱ聞かないけど。どうせなんかあのあれでしょ、なんか明るくてハッピーな、なんかイエーイみたいな曲が好きなんでしょみたいな感じ。洋楽これいいよって言われても、そんな洋楽なんてもうおしゃれすぎて何言ってるかわからんわみたいな。私もたまに聞くけど、もう日本語が嫌ってなった時に聞くけど、でもなんか洋楽聞いてるんだよね俺みたいな、私みたいな人で、あんまりなんかいい人見たことないから。聞いてても人に言うなよって思うし、なんかそういう感じだから、なんかまああんまりこうなんだろうな、うんって感じなんだけど、でもみんなが教えてくれるやつは聞くから、ちゃんとアニメも見るし、曲の好みが合う友達のおすすめは聞く。わかる、そうそうなの、同じように病んでることかの曲はこの曲いいよって言われたら、マジで聞くわってなるけど。偏見。なんかどうせみんながだって好きな曲とかなんて、ほらもうなんかめちゃめちゃハッピーだ、てーぺぺぺぺぺてんててててて、みたいな曲でしょ、ひとなみのみたいな曲でしょ、あの曲すごいいい曲だよね、好きだけど。でも好きだけどさ、なんかそういうのこうなんかおすすめされて聞いた時にこうなんか共感できないというか。わかるでしょ、なんかピーピーピロピロピーピーピロピロって始まった時にはもう、ああちょっとダメだってなる、もう今聴く曲じゃないってなるから。なんなら踊れる。物心ついたらずっと。この世にいる。いや私のイントロがダメだね、ピーピーピロピロ。一番アホっぽく聞こえるよね、ピとロで。いや好きなんだよあの曲は。なんか頑張れみたいな曲とかちょっと辛い、頑張ってるってなる。わかるでしょ、頑張ってるもんってなる。ひどく共感します、わかるわかる、それみんなはわかるだろうよ、だって私のことを知ってるんだよ、全員メンヘラだから、私のファンなんて。男も女もみんなメンヘラ。だってリクがメンヘラだから、いやそうでしょ、もうみんなイエーイって感じでしょ、もうなんかちょっとなんか言われただけで考えすぎちゃうし、あれリカちゃんに嫌なこと言っちゃったかなとかもすごい考えちゃうし、で考えて考えて病んじゃって、病んじゃった上でなんかうわーってこう自己嫌悪に陥って、こうなんかどうせリカちゃんは私のにレスなんてしてくれないみたいな変な思考になって、こうなんかもうゼロか100かみたいなね、そういう人たちしかいないから。
そういう人たちしかいないから。マジで。でもリカはもうみんなのそういうところも含めて好きだよ。おっしゃる通りです。俺ってメンヘラだっけ。みんなメンヘラなんだもん。なんかメンヘラか、メンヘラを包み込める大きな心の持ち主しか私のことをしてないから。そう。メンヘラかメンヘラじゃないとしたら、めちゃめちゃ心の広い、もうなんか大丈夫だよみたいな、そういう人たちしかいないから。そうそう、もう概ねセラピーだと思ってる。概ねセラピーだよねここはね。なんかこう、なんだろう、みんなの心を癒し癒されみたいな、傷の舐め合いをひたすらしてる。メンヘラ集団。概ねセラピー、これで説教みたいに私がこう、だからオタクというのはねって喋って、それにそうだねリカちゃんみたいな。そう、概ねセラピーなんで。人は鏡です。始まるの、うん、セラピーが。おおむねじわるて。すごい負のオーラがかかってさ。皆さん日常の辛いことありますよね。大丈夫です、みんな辛い気持ちは一緒。さあ唱えましょう。カタンシカオピメ、カタンシカオピメ。カタカナ半角だよ。カタカナ半角でカタンシカオピメ。この人アイドルなの。アイドルだよ、アイドルだよ。カタンシカオピメ。あれあれ、なんかいる先生いるな。このセラピーに入ったんですか。でもこう一回入ったら最後もうネズミ講のように増やしていくしかない。みんなが IQ 下がりまくって、やばい、みんな戻ってきて、大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、生きてりゃいいことあるよ。そう、なんとかなるから、人生なんとかなる精神でいこう。みんなどう思う、それ人生はなんとかなるんですよ。なぜなら今生きてるじゃないですか。それなんとかなってるってことだから。そう、うやばいかもしれない、もう無理かもしれない、精神的に体力的に金銭面で辛いかもしれないと思ってもなんとかなるから、実際生きてりゃ。そう、なんとかなるの。お腹空いててもイライラしてても悲しくても辛くてもなんとかなるから。そう、号泣。なんとかなんだよ本当に。
なんか今どうにもならない八方塞がり無理って思ってるかもしれないけど、もしかしたらその問題は1ヶ月後にはもうケロッと忘れてるかもしれないし、それ今そうなってるのは多分ね、あの何かの選択を少し間違えただけで、間違いなんて誰にでもあるし、そうだから1回ミスっただけで落ち込むことはないし、何回ミスってたとしても生きてりゃなんとかなるから、死ななきゃなんとかなるそう、死ななきゃなんとかなるんですよ本当に。そう、悲しいことがないとね幸せは気づけないし、生きてないと幸せって感じられないから、そうそうなの、大丈夫よ、だから何があっても大丈夫泣けてきましたえ、本当に大丈夫なの、大丈夫、君の大丈夫になりたい、大丈夫になりたい、君の大丈夫にしたいんじゃない、君にとっての大丈夫にじゃん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 なりたいこれもいい曲だから聴いて、ラッドウィンプスの大丈夫っていう曲ですね。リカ姫が今大丈夫じゃなさそうで草それはマジでいい曲、いい曲よな。大丈夫はねめちゃめちゃいい曲ですよ本当に。辛い時に聞くとはっ、 ってなる。でもそれはどっちかっていうと大事な人のことを思う時に聞く歌かもしれない。私だったらファンのみんなとかだからね、ファンレター読んだ後に聞くとか、もうやばい、多分もうね涙腺を崩壊させたい時はそうやるそれやる。なんかさ、ね、知ってます、なんか笑うとなんかがんになる確率減るとか言うじゃないですか、幸せ幸福度が上がって笑うと本当に健康にいいみたいな言うじゃないですか。でも笑うのより泣く方がストレスを軽減できるんですよ。これはまあこれも私調べて、なんとか大学の誰々さんが言ってたんだけどまあ中居調べだと思って聞いてもらえればいいんだけど、なんかねあのあれだ、私あれで見たんだ、あの所ジョージさんがやってた番組、朝のあの番組をあのお父様が好き でそれで自分でも調べたの、何年か後に思い出して、それをなんだっけ、メガテンかな、メガテンで見た、メガテンで見たの。 なんか実際にこう実験をしてたんだけど、笑うよりも泣いた方が自分のストレス値が下がるんだってらしいよ。そうだからもうなんか女の子とかってさ、諦めた時とか、男の子あんまりないかもしれないけど、女の子は諦めた時と、もう怒りすぎちゃっても諦めた時ね、ともうなんか悲しい時と、あとなんかもう自分じゃどうにもできないなっていう時にこう諦めの涙を流すことがあるんですよ、もう大人になってもあるよね女の子ね。そういう時に一回全部わーって泣いて、泣いちゃうともうそれだけあったストレスがすごい下がるんだって。
だから泣くこともたまにはいいよっていう、目腫れるし嫌だけど体力使うし、だからね、もしみんながまあこの先ないと思うけど、もしもね男子の諸君よ女の子と付き合うとかさ、こういうなんか女性とこう何かこうねいいきっかけがあって知り合ったりした時に、なんかもういいって怒って泣いてる時はマジでそっとしておいてほしい。まあ諦めてるから、それは伝えてもわからない、この人に何を言っても多分もう無理だ、分かり合えないって思った時に出る涙だからないの前提にしないあるわ、きっとあるわきっとね、きっと、まあ信じることは悪いことじゃないから、みんなこうほら一旦こう心を無にして聞いてほしいんだけど女の子たちそうだよね、ちょっとい私に共感してほしい、ああもう無理ってなった時にさ出る涙ってあるじゃんね、でそういう時ってしばらく放置しといてほしいので、こう収まったかなっていう時に大丈夫ごめんねってこう一言言えると、それでバーって文句言ってくるからもう何かを切って、なんで分かってくれないの、これはこうやってこうでこうだからこうやって言ってるのに、なんでこうしてくれないの、私はこうって思ってたのに、なんであなたはこう思うの、私の気持ち少しは理解してよっていうことを言ってくると思うから、それをこう受け入れてあげるそれをやってるのがアイドルマネージャーですねアイドルマネージャーはこの技術がないとなれません、はいはい、アイドルはこうなります、時たまもういいってなった時に泣いちゃうんだけど、言うたんや今言うてごめんねって言ったじゃんとかも最悪だね、もうそんなこと言われたらもうこっちごめんねで済んだら警察いらないけどみたいなもうほんとそうなのよ、ごめんねじゃないの、その時ごめんねよりもそうだね、俺のその発言は俺が悪かったと思う、こう一個認めてほしいわけ、それで切れてるからこっちは分かる、えごめんねって言ったじゃん、嫌だよね、嫌じゃないそう、とりあえず全部聞いてほしいの、女の子って話聞いてほしい生き物だから、こうでねこうでね、こういうことがあってねこうだったんだよっていうのを全部聞いてあげてほしい、最後まで一通り、だから自分も意見言いたいなってね男の子側が思った時は、でも俺はこうやって思ってたからこうやって言っちゃったけどそれはダメだったんだごめんね、俺が悪かったかもしれないって一個認めてほしい、一旦認めてほしい、もう俺が悪かったっていうの一個言ってほしいの、でないと気が収まらないからそうじゃないと 気は収まらない、私たちの気持ちは収まらないの、わかる、何時までに立ち位置表作ってって言いましたよね、なんで立ち位置表も作ってくれてないんですけど、私たちはこうやってここまで頑張ったのになんでそれすらやってくれてないんですかって、予定聞いてもなんとかだしみたいな、もう過去の違う話から引っ張ってきてこうその人の悪いところいっぱい言うみたいなそういうこともあります、そういうこともあります、はい、一旦全部聞いてくださいいやもう一番悪いのはこうでもそれはってこうかぶせて文句言うのが一番嫌だ、いやいや俺言ったじゃんさっきねみたいな感じでこうかぶせて来られるのが一番嫌だ過去の違う話や出してこない
女の子キレてる時って過去のさ違う話出さない？あの時もなんか全然リハーサルの進行ちゃんとやってくれなくてみたいな。なんか私だからなんかそれで気づかないだろうなと思ってちゃんと私が声かけしてやってたのに、それすらもうなんかメンバー自体がやることみたいなのが当たり前みたいな顔してやってましたけど、あれ本当はマネージャーの仕事ですからねっていう。なんかそういうこうなんか過去の違う話まで出してくるみたいな。何年前のやねんっての持ち出してくるよね。そう、出します、出します。女はずっと根に持つから、あの時もあの時もあなたはこうだったっていうの全部言うから。わかる。いや言うよ、言わせていただくよ、そりゃこの際だから。いやこの際だから言うけどっていうのははしょってるけど全部言うから。胃がキリキリしてきた。だからもうそういう時の対策はもう一回全部聞く、受け止める、受け止めるの。でもとかいやとか俺はとか言いたくなるかもしれないけど、飲み込んでほしい、じゃないと収まらないよ。もう一生もう関係値悪化するだけ。もう本当に口喧嘩で負けたことない私から言わせていただくと、相手が悪い時にしかそうならないから、女子はもう本当にそう思っててほしい。そう、これとこれとこれが嫌だったっていうことがもう悪いとかじゃない、自分があの悪いとか、その人がその男性側がこれが悪かったとか客観的に見て悪いと思ってなくても、私が嫌だったから嫌なのっていうので喋ってるから、もう喋り始まっちゃってるから、もうそれを一回聞いてあげてほしいのよね。でも私は言うけどね、でもとか嫌とか途中で挟んでくんなと。でもじゃない、嫌じゃない、そういうの途中で言わないでって言っちゃう。じゃあ一回全部聞けって言って、もうじゃあ一回全部聞いて、もうこれ言ったらもうその後言っていいからっつって。以上です、どうぞって言ってから喋ってって。でも以上ですどうぞの後に言った言葉に私は全部反論できるぐらい怒ってるけどねって。今こっちのターンなんだよ。いやもうずっと私のターンだから。え、ずっと私のターンにする。もう嫌じゃない、でもじゃない、うるさい、静かにして、私が一回喋る、一回全部聞け。全部もうなだめる、もうそれ。そう、絶対勝てるもんな私、口喧嘩。女の子の気持ち全部代弁してくれて、え、そうだよね、やっぱそうなるよね、私だけじゃないよね。そう、怒らせた時点で決まる、もうそこに怒った理由っていうのが存在してる限り怒るよ、そりゃ。他の子のレーンに行った怒るよ、それは。だって他の子のレーンに行ってるんだから。
挨拶でとか、この間リカちゃんとお仕事してたからとか全部言い訳だから。え、じゃあもうレスしないよって。その子にだって時間使うんでしょ、私だって他の子に時間使うよ、じゃあって。どうなのそれは、聞いてる？浮気してる人たち。どうなの。でもリカちゃんが一押しだよ、一番とか二番とかじゃねえから。まず一番好きだよっていう言葉も嫌いなんだよね私。一番とかじゃ嫌なんだよね。リカちゃんだけ好きだよがいいんだよね。いやいいよ別に、私が二押しとか私が一押しで二押しがいるとか別に全然いいけど、でも本音を言うと一番好きなのはリカちゃんだよはもう言い訳なんだよね私の中で。一番って何みたいな。え、一番って何、一番ってことは二番がいるってことでしょって思っちゃうの。だけしかがいいの。圧倒的にこう使う時間も労力も私に使ってほしいし、圧倒的にね。もっともっと特別なオンリーピーピロロピロロンピーピーロン。そう、オンリーワンがいいんですよ私は。そう、順位付けされてるのがもう嫌。一番好きなのはリカちゃんだからほど、え？ってなる言葉ない。今一番って言った？じゃあ二番がいるってこと？って。独特なイントロ。いやいいよ別に2番がいても。じゃあ二押しがいる人たちに聞くよ、どういう気持ち？ねえ、どんな気持ちなの？私わかんないんだよね、一途だから。教えてよ逆に、私その気持ちわかんないから。田辺先生どうぞ。え、そんな譲り合わなくていいよ別に。先生はまあ仕事でね、いろんなメンバーと関わらなきゃいけないからそうなっちゃうのもわかるけど、みんなは違うよね。え、だってね、絶対好きな一人に絞って全ての時間を使った方が得なのよ。その分返ってくるから、ちゃんと一人から。だけど分散するは返ってこないはだったらもうなんか元取れなくないっていう。え、だから私はその気持ちがちょっともう本当に理解の範疇を超えてってわからない。危険な時間に入る。卒ロスから DD に。いやでも、いやそれはなんか一度理解を示したんですよ、そのね見てなかった人のために言うと。卒業
しちゃって、もともと押してた子が、その子には一途だったけれども、それも本当かどうか怪しいけどね、その子に対しては一途だったけれども、その子がいなくなって寂しさを埋めるために何人か押してるんだよみたいなことを、やはりあのふざけ倒してたんだけど、でもなんかそれも本当かどうか分かんないけど、もともと推しメンに一途だったかどうかは、だけどなんかね、なんだろうね、まあそれだったらって思ったんだよ。だけど一度にその卒業した子を推してたんだとしたらよ、だとしたら一途の時に味わった楽しみ、嬉しさ、分かるはずじゃないですか。なのになんで DD 落ちしちゃうんだろうって。私は DD になることを DD 落ちと言っていますはい、申し訳ないですけど、DD 落ち、だって絶対に単押しの方が位は高いから。でもなんか例えばよ、私がこういうキャラでやってます、じゃあ私にないこうなんだろう、優しさとかこうなんかね、奥ゆかしさみたいなものを求めて、だからなんかリカちゃんはこういう面で推してる、誰々ちゃんはこういう面で推してるみたいな人がたまにいるんだけど、お前は何様なんだとプロデューサーか何かなのかみたいな、うん、誰目線なのっていう人がたまにいらっしゃるんですよね。リカ姫様は優しくておしとやかでいらっしゃいます。それ正気で打ってるこれのどこを見ておしとやかだと思ったの？本当に？嬉しいんだけどね。いやそうだから、そうこう私には見出せない魅力を他の子で見出して推してるみたいな言い訳するやつがいるんですけど、私にだってこくらいは優しさあるわけじゃないですか。まあなんかもう絞りかすみたいなもんですけどもうなんかもうこう残りみたいな感じのその優しさを汲み取ってほしい、欲しい。正気かって聞かないいやあまりにもちょっと私あまり言われたことのない言葉を言っていただいて嬉しかったので。正気でなのかってちょっと疑ってしまったというか優しさとおしとやかさの源泉でいらっしゃいます。あ、もう源泉なんだ、源泉か。リカタンは最強に優しいけどね、あのね、単押しには優しいの、単押しにはね。推しに正気かって聞かれるって大概よねそんなにおもろかったそんなにおもろかった。野球やってた方が面白いよ、野球少年突如現れた野球少年りょうちゃん初見ごめん、なんかごめんね、なんか怒ってるなんか怒ってる。急になんか急になんか野球やってる方が面白いよって急に通りすがりの野球少年に言われたんだけど、吐き捨てられたんだけど、なんだったんだろう
やっと音すぎたよね今のは。さすがに。バスケだろ、バスケだろもなんかおかしいしね。カツオみたい。カツオって野球少年ってだけのカテゴリーで見てる人あんまりいなくない？サザエさんに出てくるっていう カテゴリーならまあわかるけど。ジャイアントは何よ。のび太、野球しようぜ。をまあなんかそう言ってる人とかならまだわかるんだけど。スポーツか、スポーツやらないな私。ダンスぐらいかな、やってたの。ダンスがスポーツに入るのかどうかわかんないけど。でも私あれ履いてたんですよ、かかとにだけあれついてる、ヒーリーズ。ヒーリーズをもうほんと泣きじゃくって、絶対欲しいみたいな。めっちゃ高いじゃんヒーリーズって。絶対欲しい、ヒーリーズが欲しくて欲しくてたまらないみたいな。もうめちゃめちゃもう懇願しまくってやっと買ってもらえたんですよ。お誕生日かクリスマスか忘れたけど、一生乗ってたねヒーリーズ。で山だから坂道が多いんですよ。坂道をずっとそれでもうなんて楽なんだみたいな。あれ危ないよ。え、でもなんかもうヒーリーズのプロとかプロの世界があったならば私はプロになれるぐらい乗ってたね。乗ってたしすごい上手だった。ヒーリーズかかとについてなんタイヤついててシューって滑るやつ。でもなんかショッピングセンターとかでぶつかったりとか、ちっちゃい子が履くことが多いからこうなんか事故があったりしたんですよね。それでなんかこうあんまりなくなっていったんだけど、あれめっちゃ楽しかった。そうヒーリーズっていうかかとにタイヤがついてる靴があるんですよ。ずっと乗ってた、マジで。小学校の時ずっと、ま、マジずっとその坂道をずっと。そうでおじいがね、おじいの家があの畑をしていて、でなんかその敷地が結構広くて広かったんですけど、そことかでもずーっと滑ってた、マジで。土の上はさすがに滑れないんだけど、コンクリートね。通学禁止なんか、通学の時は履いてないよ。それでずっと遊んでた山で。欲しかったやつ、え、流行んなかった？あ、でも私キッズステーションとかアニマックス見てて、それの宣伝でめっちゃやってたんですよ。ヒーリーズとかレインボーアートとか。さっと水を塗ってこするだけみたいななんかやつ、 あっという間にあら不思議みたいなやつの。レインボーアート知らない？あとなんかこう投げたらめっちゃずっと浮いてるなんかこういう回るやつとか。今あと持ってた。細い筆といっぱいかける筆といっぱいあるやつ、なんかあーあーみたいな曲のにな合わせてずっとなんか陽気なお兄さんが喋ってる。さっと
と塗ってこするだけみたいな、あっという間に簡単レインボーアートみたいな、一生あれの宣伝やつ、ヒーリーズしようみたいなやつの宣伝もあったんですよ。それですごい欲しくて、もう目がハートになって欲しいってなって、もうめっちゃねだって買ってもらったの。もうヒーリーズ買ってもらえなかったら死にますぐらい暴れてた欲しい欲しいヒーリーズ欲しいみたいな。でも親は、親とかまあおばあとかおじいとかは危険だから、こう買い与えないようにしてたのか分かんない、危険だし、まあ、高いし、じゃあそんな裕福じゃなかったので、もうめっちゃめっちゃ頑張ってね、だって買ってもらってっていう印象なんだけど、めっちゃずっと乗ってたね、もうボロボロになるぐらいまで。買ってあげたいあれで滑ってる子見てイラッとしてた大人です。いや、イラッとしないでほしい。でも私はそういうなんかこうなんかショッピングセンター、大型ショッピングセンターとか、なんかなんていうの、何、そういうようなところで乗ったりはしてないですよ。なんか問題になったんだよね。え、問題になったの知らない？なんかイオンとかでさ、こう滑ってる子用にアナウンスが流れるようになって、そう。でも高岡にイオンあるんですけど、高岡のイオンってトイザラス入ってるんですよ。トイザラスに売ってるわけ、ヒーリーズが。もうそしたらもうみんな履くよね、そりゃそれで結構問題になってみたいな。コンビニとかもね、狭いのに乗ってる子供とかがいて、社会現象になってめちゃめちゃなんかニュースとかでも取り上げられてた。ね、懐かしい。97とかこの世代は分かるはず。97、98、96くらい分かるんじゃない？ローラーブレードはしてた。あ、なんかヒーリーズを買ってもらえなくて、お兄ちゃんが持ってるローラーブレードをなんか履いて、こう横目にこう羨ましそうに見られるみたいなことはあったんだけどそう、なんかそういうのが流行った時期だったんですよ、謎に。85も分かります。90だけど分かる。まあまあ上の人たちはね分かるかもしれない。もう下の世代は知らないよね、そんな歴史があったことも。94もわかる。その当時いくらくらいだったの？もう結構高かった気がする。高くて買ってもらえなかったんだよね、しばらく。ヒーリーズしようっていう宣伝覚えてる人いない？あったよね。ヒーリーズしようだっけ、なんか何やらかんやら言うて宣伝やってたのめっちゃ覚えてるわ。サイズがないとか、いや、そうそう、売れすぎてサイズとかなかったんだよ、マジで。スピードあの石川遼さんの宣伝よね、わかるよ、スピードラーニング。もう陽気なお兄さんが喋ってた。
なんかイヤホンを挿してるだけで勉強になるみたいな宣伝だった気がする。あー懐かしい、デレクジーターのジップヒットね。ジップヒットもなんかその野球少年たちに向けてか知らないけど、ずっとね宣伝流れてたわ。ジップヒット、あとなんかサッカーボールもあったよ。こういうなんかこうなんか膝にぶら下げて蹴って帰れるよみたいなやつあったよね。どうもデレクジーターです言ってた言ってた。ビリーズブートキャンプとか分かる世代いるの今？いないでしょ。2000年生まれとかもう分かんないんじゃない？2001とか2002とか0204、その辺分からなそうじゃない。デレクジーター知ってるのすごいわ。いや、ちゃめちゃめちゃもう洗脳レベルで CM がもうそれしか入んないから、キッズステーションとかアニマックスって。あとたまに入るスペースシャワー TV のあの CM もそんな感じだった。え、こういう懐かしい話って花咲いちゃうよね。懐かしい話は花咲いちゃうね。そう、外国の子供たちが出てくる CM でも、これはあのキッズステーション子あるあるなんだけど、アニメの話は全部ついていけるの。男子とかが話してる話とかはめっちゃついていけるんだけど、こう女子が話してるあの CM、 普通の地上波でやってる CM ソングとか分かんなくなるの。マジでキッズステーションしか見てないから、おばあの家で本当にいつもそのテレビでやってる CM とか見ないから、その時はね、その時に流行ってたのは「見えない網戸玄関よ」っていう「虫コーナーズ」ってやつをみんな歌ってたんだけど、その時私全然その CM をあの見てなかったから、もうほんとジップヒットとかしか見てないから分かんなくて、ついていけなくて話題に。ヤバナッツわかるでしょ、虫コナーズ、見えない網戸玄関用ってやつ。ずっと歌ってんのよみんなが、だけどわかんないからそうそうそう、だから普通の CM がわからないまま育ってるから、今こうやってあのジップヒットとかの話題で盛り上がれるのが超嬉しい盛り上がってるのは私だけかもしれないけど、みんなはどうかわかんないけど、私はすごい盛り上がってるはぶられなかった、うん、もともとはぶられてたから、うん、あの小学校の時はもともとはぶられてたから、みんながそうやって話してるのを横耳で聞いてただけで、そうこれ一気に盛り下がるやつ
キッズステーション、アニマックスだとワンピースやってないか、リガちゃん見てないんだろうなって思ってる。それなんです。そう、でもすごいあのこう、まあ、いじめられてたんだけど、なんでかっていうと、あの幼稚園の時調子乗ってて幼稚園、まあ、入学式あるじゃん。入学式っていろんな子がこう集まってくるじゃない、いろんな幼稚園とか保育園の子が。でこうもうその後いじめの主犯格となる女の子にバスデブっていう喧嘩をしたんですよ、入学式に。おいデブブスみたいな私がねめちゃめちゃこう喧嘩ふっかけて、それで喧嘩になって、そこからもうずっと6年間ずっともうその子にはぶられ続ける人生強いやつだったんですよね、こう違うところから来た人が。だからもうなんかそれが原因だったんだろうなって今になったら思うんですけど結構仲間のいる強いやつだったんですよ。男子も女子にもこう仲間がいる強いやつに喧嘩売りに行っちゃって小学校だよ、小学生だよ、マジ小生意気だったから。そうっていう話をしたらなんかまあはぶられ始めて地獄の小学校生活が始まるんですけど、でもなんかずっと好きな子がいて、好きな子がいたんですけど、でももうあのすごいモテモテだった、モテモテの子で密かにこう思いを寄せてたんだけどなんかそれをその人のことをなんか好きだっていうのがバレて、めっちゃそれでいじられてみたいな辛い時期もありましたね。懐かしい。でそれでも虫コナーズって歌ってる女子たちをこうみたいなねかいちゃんはモテたん？ちなみにモテない、モテない、モテないよ。私はおとなしい子だったので超絶陰キャだった。もうマジ小学校の時はもうマジで本当に陰キャだった小学校の時はね。中学校も言っていいんきゃか。しくじり早いないやしくったよね。もう入学式でミスったかな。え、でももう本当に入学して1ヶ月後にあれミスってたなって気づいてたあっここでミスったな私っていうのは気づいてた。とてもえ、なんか一人可愛い友達がいて、その可愛い友達があの幼稚園の時から一緒だったので、なんか可愛いからすごい女子にも男子にも人気だったんだけど、その子とずっとなんか一緒にいたりし仲良しだったのね、めちゃめちゃ。だけど小学校に上がった時にそのいじめの主犯格がなんかあのその子のことを気に入って、すごいなんか話しかけたり隣に行ったりなんか多分してて、それでなんか私のなのにってなったのか知らないけど、私の気持ちはね、その時はなんかこっちかなデブみたいなブスみたいな最低なんだけど、でもそれまではめっちゃ強かった。幼稚園の時とか男の子泣かしてたぐらいマジで強かったんだけど、でもなんかもう小学校に上がってからはその子が結構強くて権力を持ち始めて、でもう
もう陰キャコースです私は。それをきっかけに、うん、よく男の子泣かして先生に怒られてた。幼稚園の時ね。小学校の時は男の子に泣かされてたよ。給食食べるの遅かったし、体もちっちゃいから、食べるの遅いんだよみたいな。でもご飯食べるの食べれなくなって、なんか人とご飯食べれなくなって、マジでもう本当しょた一回食べ始めたら1時間ぐらいかけて食べないと食べれなかったのね。量が多すぎて給食の。なんか胃が痛くなってきた。え、でもさ、こういう話してたトラウマとか蘇ってくるよね。わかる、私も。大丈夫？ごめんね、こんな話をしてしまって。そんなこともあったな。今は幸せか。今は幸せですよ。もう多分そうやって、まあ、私の心に傷を残した人たちよりも幸せでいることが一番の仕返しだと思ってるから。でもアイドルになってすごい楽しいこといっぱいしたし、だってね、 M ステも出させていただいたりとかしたし、もう最初の頃にね、私がアイドルになりたての頃に書いたあのやりたいことリストみたいなやつほぼ叶ったから、もう夢は口に出していった方がいいなって思ったし、その時もうだからもうそのだって普通に生きてたら M ステなんて出る機会ないし、うん、自分の好きだったアイドルにも会えてね。私はミルキーさんに会えた時もめっちゃ嬉しくて、超もう泣きそうだったくらい震えてたんだけど、ミルキーさん大好きだったから、そう、そうなの。流れる。だからもうそう考えたらなんか残念でしたっていう感じだよね。だからね、今こうやって通報された悪口を書いてる人もかわいそうな人なんだなと思って見てる。すごく下に見てるよ私は、アンチのこと。そうやることでしか誰かにマウント取ったりこうできないんだろうな、みたいな。普段ストレス溜まってるんだろうな、こっちは視聴者だから客だからみたいな感じでアンチコメントしてるのって、まあ、なんか普通の権利じゃないですか。テレビを見ること、 SNS を見ることって、そういうことをなんかお前らは表に立ってんだから言われて当然だろって言って、見る側の立場をなんかすごい大きく利用してくる人たちってそれぐらいしか利用することないんだろうなと思って、かわいそうだなと思って見てます。すごく下に見てます。最下層民だと思ってる。
あのさ、中井ちゃんって呼ばないで、リカ姫って呼んで。ねえねえ、教えて、おびめ、今日もかわいい？かいよあの音源あるけど恥ずかしくてできない。あれはナータンだから成り立つやつ。カーチーよー確かにリカバージョンだとカーチーになりますね。でもさ、なんかこういうキャラだったから私もわかるんだけど、なんかこういうなんかみたいなキャラの人たちってなんか家でさ、あー疲れたみたいななることとかないのかな私はなるからそれで疲れてやめたんだけど、なんかね、私は割と親近感っていうかを売りにしてるところとかもあるから全然言うけど、普通に疲れたんだね今日、無理、マジ無理、もう眠いみたいな普通に言うけど、でもなんかあるのかな。でもなんかそう考えたらさ、なんかこう私とこはなんかオンとオフの境界線マジ曖昧だからあれなんだけど、そういう人たちって切り替えがしっかりしてるじゃん。なんかもう、もしもそういうね、家でだってさ、家でなんかじゃあずっとその感じなのってそんなわけないじゃんだからなんかその切り替えがしっかりしてる人たちって、なんかその切り替えてるな自分って気づいた時に疲れちゃわないかなと思って不安になるんだよねこれはもうアイドルになって分かったことなんですけど、このまま何歳までそれでやるんだろうみたいな。うん、だからすごいなと思う、尊敬します。そういった意味では私はもうプロ意識のかけらもないのかもしれない。え、なんか私が結構なんかそういうのを表に出すキャラみたいなので売ってた時ぐらいに、まあ先輩方にね、がなんか名前は出さないよ私の、だけどなんか悲しいこととか辛いことを、まあ、メンバーにも言われた、 NGT のメンバーにも言われたんだけど、なんか私の名前は出さないけどなんかこう絶対私のことだなみたいな、悲しいことや辛いことがあっても絶対にファンの皆さんには見せないようにします、それがアイドルだからみたいなことをこう私にこう見せつけるかのように言ってきてたんだけど、なんかそれは人それぞれではないのかみたいないや、それは人それぞれではないのかって思ったわけだって、それが売りで私はやってたわけだし、ショールームで泣いたりするなんてありえませんみたいな。そういうことをなんか言われてて、あー怖いなーこの世界って思ってね、うん、アイドルは絶対そういうの出しちゃダメだと思いますみたいな、え、私に言ってるよねこれみたいなちょうどなんか私がこう選抜にね選んでいただいたりとかしてた時期だったから、あ絶対これ私だと思ってたりとか、まあメンバーもいたけどね、 NGT の、遠回しに絶対私だなみたいな、
逆にさ、もうなんかいじってくれればいいじゃん。それもそれとして、なんかリカちゃんみたいな子はこう出してるけど私は絶対出しませんよみたいな、それで笑い取ってくれたらいいじゃん。なんでなんかわざと遠回しに言うのみたいなマジでうざかったわ。女子って怖い。まあ今だから言えることなんですけどね。でもなんかそういうキャラ、私のキャラがちょっと認められてきたら、なんか手のひら返してなんかそういうのもいいよねみたいな、それもリカちゃんらしさだよねみたいな、すり寄ってきて、お前は何なんみたいな先輩なので言いませんけどね でも本当のアイドルだったらもうこういうこともあんま言わない方がいいんだろうけど、私は言っちゃうだって嫌な気持ちになったんだもんぜーんぶ言っちゃうよ。全部濁点ついてる全部言っちゃうよ。今だから言えることですよ。いい意味で裏を持ってないよね。え、私ね思ったの、私裏を持ってないって思ってたけど、あった、私に裏は。あのまあこれ言うから裏じゃないか言うから裏じゃないか。でもやっぱりなんか配信してる時こんわーって喋るじゃん。でも友達といる時もわーって喋るじゃん。でも一人になったらもう死んだように死んだように生きてるから、多分それがオンとオフなんだと思う。素はでもこれだよ、素はこれだけど、なんかなんて言うんだろう、ちゃんと友達にまで営業トークしてるなみたいな。それをねこの間あのミーズンとイマリンに言われたんだよ。なんかリカちゃんっていつもどこでも全力で喋ってくれるよねみたいな、面白い面白いからすごい嬉しいけどいつも全力で喋ってくれるよねみたいな言われて、あ、これがオンとオフかと思って、私気づいてなかった自分でオンとオフ、うん、でもどんなに仲いいとかどんなになんかでも関係なく友達といる時はうわーって喋るの、自分の喋りたいことわーって喋ってありがとうございましたって帰るからなんか多分それが多分オンとオフなんだと思う。一人でいる時マジでもこんなだから、うん、それが裏と思ってなんだと思います。私対人モードと一人モードでも私一人でいる時が幸せ今もだよ。でもショールームもショールームもわーって喋ってはいるけど、マジでこう なんだろう、とんでもないアンチが来るとかさとんでもないなんかコメントがマジでうざいみたいな日以外はめっちゃ全然、あなんか昨日はあれなんか途切れるとかなんかループしてるみたいなコメントたくさんあって、指示中がいてうぜえから切ったんだけど途中で、あでもあれはあげるね、サインはあげとくね、昨日約束してたから、うん、で疲れたしオールで眠たかったし、このままやってたら私文句しか言わないなと思ってやめたんだけど察した
そう、で指示中湧いててマジうぜえと思ったからやめたんだけど、でもそういうことがない限りはマジでショールームは、ショールームとかまあインスタライブとかね、配信系は私はもう本当マジ自分のセラピーのためにやってるから、うん、ちなみに昨日見てた人いますか？昨日どんな感じで切れた？私ちゃんとね壇上読んだんだよ。壇上読んで、すいません今日は本当寝ます、ありがとうございましたみたいな感じで終わったんだけど、なんかもう電波悪いからやめるわみたいな感じで、ちょっと待ってね、こいつさ何個アカウント持ってんの、突然切れた、あれ、あそうなんだ、ぶった切りでした、嘘、どこで終わってた、私はね、あラグかったのか、もともとそういうことか、私壇上読んだんだよ、7位から1位まで、で3位の人までにはサイン書きますって、もう寝ますねって寝たの、切りますバイバイって、マジでごめんごめんごめん、それは申し訳ないことをした、突然終わったからどうしたのかなって思って、え言ってよ、なんでさそれさ、みんなさなんか突然終わったけど大丈夫みたいなさ DM でもなんでもさ言ってくれたらいいやん、その勝手になんかまたメンヘラモード起動してさ、なんか一人でリカちゃん大丈夫かな、え私のコメントのせいかなみたいになってたってことでしょ、またやめてそんなことないからマジで、ずっと待ってた、ごめんね、察した、あ寝たなって思ったんだ、じゃあいいけど、なんかそれで心配になるぐらいだったら私 DM してくれたらもうちゃんとストーリーズとかでなんか何人かの人が心配してくれてますけど大丈夫ですよみたいなこと書くからさねえ、眠いって言ってたしなと思って、え理解度高くない私に対するえ私に対する理解度高くない、やっぱ3年付き合ってるわうちらねえ私に対する理解度高すぎてびっくりしてるんだけど、察する能力高すぎだよね2割あ眠いって言ってたしね、なるほどみたいなリカちゃん今日も配信ありがとうってツイートするんでしょ、いやもうほんとできたオタクたちだわ私のファンマジで鍛えられすぎてどこでもやっていけるよ、私は安心した特別な訓練受けてるわさすがに、眠いってめったに言わない認識、え言うよね私よく、もう眠いわみたいな、疲れたわみたいな、もう昨日はマジで眠かったのあのマジで眠かったの本当に本当によ、ねもうずっとここにあるさ、なんかなんていうのあれ、お品書きじゃなくてメニューって言えよな、そば屋みたいな言いがすんだよな、こういうなんかさあるじゃん、なんか注意事項みたいなやつ、ずっとこうやってこうやってお品書きお品書きって今なかなか言わないよね蕎麦屋のやつ結構達筆のなんか習字の文字で書いてあるよね、お品書き、木が長いの木みたいなやつあるよね、
え、わかるでしょ、しもなんか棒みたいな、伸ばし棒ですかこれみたいな、達筆すぎてねえ、それあるよ、わかるでしょ天ざる定食かえ、あるよねあるよね、おし長きみたいな分かってくれる人がいたら私はもう幸せです、いつもありがとう何の話なのマジで、おし長きみたいなやつ最近もう無意識に変顔しちゃう、やめよう、もう、はい、ということでね、見てくださった皆さんありがとうございました。7位が星郎さん、6位がチョロスケさん、5位がフォッカーさん、4位がタケタケさん、2位が、間違えた、3位がケンショウさん、2位が堀本さん、1位がゴーちゃんでした、ありがとうございました。あ、スクショだけあれするわ、はい、これ送っといて私に、そしたらそれあのスクショだけストーリーに載せます、ありがとうございました、またね、おやすみ。あ、そういえばあの私になんかツイートでリプするじゃないですか皆さん、あれなんかあのうんとかオッケーとか、そういうなんか短いやつやめてください。